こんにちは、平井弘明です。今回はですね、正しいアドレスと正しいボールの位置について解説していきたいと思います。意外とですね、ボールの位置なんかで言うと、具体的にこの位置にボールを置いてくれと言われたことなくないですかね。なんとなく真ん中だよとか、ドライバーはもうちょっと左だよとかですね、ざっとは言われたことあるかもしれないですが、詳しくボールの位置、アドレスの姿勢なんか言われたことない方って結構いらっしゃると思うので、今日はそれについて解説していきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。まずウェッジなんですが、ウェッジはボールが体の真ん中が基本です。でそれに合わせてクラブを置きますので、クラブだけ置いてある位置を見ると、真ん中よりもボール1個か、まあ、ヘッド1個ですね、ヘッド1個右に置いてある位置に構えるのがウェッジの正しいボールの位置になります。でここでウェッジのボールと体の距離ですが、グリップエンドからベルトのバックルの位置です。これがちょうど拳2個、これポイントです。この位置に構えていただくと打ちやすいですね。インパクトで詰まりもしない、遠すぎない、ジャストちょうどの位置、この位置がウェッジのボールの位置と距離になります。先に言っちゃいますけども、ボールの位置って、今ウェッジ体の真ん中ボールの位置ですよと言いました。知ってる方いるかもしれないんですが、知らない方のために説明しますと、ボールの位置って、今サンドウェッジがこの位置です。したら52度ピッチング9番8番7番6 5 4 3 2、ユーティリティ、ヘアウェイとドライバー、右足が広がる縮まるで調整する。ボールと左足の関係というのは変わらないんです。この三角形はずっと一緒ですね。ただクラブが長くなればなるほど、そのまんま後ろにこうやって下がっていくだけで、ボールとのこの距離というのは、ボールと左足の関係は変わらないです。右足が長いクラブになればなるほど右になって、短くなればなるほどボールが真ん中が一番短いクラブ、サンドウェッジですね。なのでこの関係はなるべく忘れないでいただきたい。ボールと左足の関係は変わらない、これポイントです。で次にアイアンいきます。アイアンなんですが、先ほどサンドウェッジはボールが体の真ん中と言いました。それはウェッジだけです。ロフトでいうと60度から50度ぐらいのウェッジはボールが真ん中です。で次にアイアンですね。ピッチングから3番アイアンまでの間のクラブで打つ場合は、ボールとクラブフェースの間が自分の真ん中に来る、この位置になります。このクラブとボールのちょうどこの間ですね、この間が自分の真ん中に来る。ボールとの距離は先ほどと一緒で、グリップエンドとバックルが拳2個、これはサンドウェッジからアイアンの一番長いクラブまで一緒と考えていただいていいです。アイアンはすべてウェッジまで含め、グリップエンドとバックルの間が拳2個、縦に2個ですね。これが正しいアイアンとの距離になります。この距離で構えていただいて、先ほど同様振ってあげると、詰まりもしなくて遠すぎない、最適な位置ですね。なんでこの位置を意識していただいた方がいいと思います。次にヘアウェイウッドも、意外とボールの位置がずれてる方、結構左に置きすぎてる方がいらっしゃいます。多分それは難しいクラブを使ってたり、ボールを上げたいという気持ちがあると、どうしてもボールを結構左に置きたがる方多いんです。自分で上げて上がるんだったら多分苦労はしないと思うんですけども、ロフトで上げるイメージをもっと持ってください。なのでボールの位置というのは先ほどと変わらない、ボールと左足の関係は変わらずに、右足だけほんの少し先ほどよりも開いてあげる。そうするとヘッドの位置というのは、ヘッドの真ん中が自分の真ん中ぐらいに来るイメージ、まあこれも大体ですね、もうビシッと来なきゃいけないってわけじゃないんですが、大体ヘッドの真ん中が自分のこのおへそのラインにまっすぐ来てれば、ほぼ適正な位置にボールを置ける。この位置に構えていただいて、で今度は先ほどよりグリップエンドからバックルの距離が拳2個だと届かないですね。そうなんです、ウッド、ドライバーウッド、ヘアウェイウッドですね、これは拳2個半から3個がベストです。なので2個だとちょっと長いクラブだと詰まりやすくなりますので、
ウッドなんかは2個半から3個がベストですね。拳ここからこの距離なので、まあ、2個半今2個半ぐらいで構えてます。ここで構えていただいて、打ってあげると今のも、まあ、詰まりなく、まあ、遠すぎもなく気持ちよく打てる距離になります。なのでこのボールの位置を気をつけていただきたいですね。次にドライバーですね。最後でドライバーはいろんなイメージを持たれている方いらっしゃると思うんで、あまりドライバーが一番ボールの位置なんかはこう強く意識していただきたくないんですが、まあ、その中でも基本というのをちょっとやらせていただきますと、ドライバーの基本はだいたい左足のかかとからボール2個内側ぐらいが一応基本の位置ですね。この位置、この位置に構えていただいて、同じくグリップエンドからベルトのバックルが拳2個半で今構えてます。この距離ですね。この距離で構えていただく。ボールを例えばアッパーに入れたいとかですね、こうダウンブローに入れたいっていうのをドライバーって結構あると思うんですけども、それによってボールの位置を右左少しずつずらしていただいた方がいいです。今のこの左スパイクのかかとからボール2個内側というのはもうスイングも上げにも行かず、こう打ち込みにも行かず、基本のスイングという意識でこのボールの位置を設定してるんで、例えばもう少しティーが高い方、アッパーに振る方でしたら、あとボール半分ぐらい左に置いていただいて打ちますし、ティーを多少低くしていただいてフェードボール気味にこうちょっと球を抑えたいなという方なんかは、先ほどのノーマル位置からボール半分中に入れていただいて構えて打ってあげるとかですね、いろいろこのボールをずらして構えていただくのがポイントになります。あとアドレスの姿勢なんですが、これはウェッジからドライバーまで全て共通していて、こう膝を曲げすぎるというよりは、どちらかというと膝というのは棒立ちに近い状態からほんの少し曲げ感があるぐらいがいい膝の曲げ方になります。あとはなるべくお尻がこう内側に入らない、お尻の下側が後ろにこう突き出すような姿勢ですよね。そうすると自然と腰が張りますので、この姿勢が一番理想としていい姿勢になります。なるべく曲線がない方がいいですね。アドレスこう腕も背筋もこう足もなるべく棒になってた方がいいです。辺になってた方がいいですね。一辺もう全てがこう辺、曲線がない方がいいです。こういう風になってたり、こう曲がってたりとかってしない方がいいので、誰が見ても全てがこうビシッと決まってるな、まっすぐだなっていう姿勢を心がけていただくといいアドレス、それに対して正しいボールの位置だとナイスショットが出やすいという風になりますので、そこは注意していただきたいと思います。アドレスの意外とお悩みが多いことをちょっといくつかやりたいと思いますが、まずアドレスで肩のラインが今自分が構えているラインよりも左を向いてこうやって構える方って結構いらっしゃるんですよ。こういう方なんでこうなるかっていうと、ボール左置きすぎなんです。なんでボール左置くとこうなるかっていうと、まっすぐのラインがこうでボールを左に置いてあるんで、そのボールに対してアジャストして構えてるんで、自然ともうアドレスの肩のラインが左を向いて構えているっていうことになります。逆に右に置いてる方はまっすぐがここの位置だったらボールが右にありますので、右にこうやって向いて構えているということになりますので、肩のラインが右を向くので、もちろんそのまま振ったらインサイドアウトに振ってしまうので、そのアドレスのまあ腰のラインだったり肩のラインっていうのは必ずスパイク、腰、肩が全て同じ方向を向いているのが理想なので、正しいボールの位置に置いていただきたい。これがもう本当にポイントですね。正しい位置に置いていただくと肩のラインもまっすぐそのまま向けますので、ボールの位置がずれていると自分の振るラインもずれます。なので振る方向が変わってくるんで、自然と打つ出球もずれます。そういうミスにつながりますので、正しいボールの位置と正しいアドレスっていうのを身につけていただいた方がいいです。では今回はですね、アドレスとボールの位置について解説させていただきました。最後までご視聴ありがとうございます。